ダナローラバッカーダナダイロンローラバッカーはアメリカ合衆国の政治家共和党所属の会員議員ドイツ系アメリカ人でドイツ読みではローラバッハーとなるカリフォルニア州コロナド出身カリフォルニア州立大学でバロック芸術の修士号を取得し南カリフォルニア大学で芸術の修士号を授与されるロナルド・レーガン元大統領のスピーチライターを経て 1988年の海援戦に当時のカリフォルニア州第42区から立候補し当選。以来連続10期当選。当選以来外交畑を歩き、退役軍人との太いパイプを有する。ロナルド・レーガン元大統領に代表される強いアメリカの信奉者で9.11以降の米国主導の対テロ戦争の積極推進論者でもある。アフガン戦争後には、 外交委員会の一員としてカーブルを訪問した。2002年10月にはイラクへの武力行使を可能とする決議案に賛成票を投じている。東アジア政策においては反中、親代である。2008年、アメリカ合衆国大統領選挙においては不法移民合法化政策への反対からミッドロムニー、前マサチューセッツ州知事を支持した。宗教はバプティスト。 尊敬する政治家は、米国のロナルド・レーガン元大統領と台湾の李、当期前総統。李に対しては、ジョージ・ワシントンに匹敵する人物とその生き様に、感銘を受けている。靖国神社参拝に対しては、中国政府の日米分断工作であるとして、一定の理解を示している。また、2007年11月には訪米した、家族会メンバーや同行した、 拉致議連の衆議院議員、平沼武夫らと会談。会談の中では、ブッシュ政権が推し進める北朝鮮に対するテロ、支援国家指定解除に強い懸念を示した。ジョージ・ブッシュ大統領が2008年6月に、表明した、指定解除表明に対しても反対を表明している。米国会外交委員会のダナローラバッカー、議員らは2011年9月13日に、 中国国営メディア進化者をはじめ人民日報、光明日報、中国青年法、中国中央テレビなど、中国主要メディアは、中国共産党政権に運営される国営メディアであると指摘し、これらの中国メディアに所属する記者の米国入国を制限する法案、2011中国メディア相互法案を議会に提出した。法案は、 米国に入国する中国の国営メディアの特派員を中国に入国する米政府系メディアの特派員と同水準なものにするべきだと主張した。2010年の時点で、米当局は中国人、記者650人に入国詐称を発行しているのに、対し中国国営メディアに近いボイス・オブ・アメリカとラジオ自由アジアの2名のみが中国入国詐称を取得しており、また、 アメリカで中国人記者の活動は制限されないのに対し、中国駐在の米国人記者は当局の監視を受けていると指摘した。ローラ・バッカー議員は中米中国メディア特派員は中国政府の工作員であるとした。大気元2011年9月21日記事。ありがとうございます。